あっちの方からだな。確かアルバートじゃないか。どこにいるんですか、バーバラ様。僕、大聖堂へバーバ前にバーバラ様にその原料が確かきっとそのググプラ。僕はバーバラファンだから、この放浪もちろん、ここで。でもバーバラ、ちょっと待って、今バーバラ様はやっぱりこ、バーバラ様は赤い、それもそうだね。そうだ、君もバーバ、そんなバカな、もういい、君もやること。バーバラ様いますか。このままだとバーバラが見つかっちゃうぞ。オイラたちも大声で呼ぼう。バーバラがオイラたちの声を聞いたらきっと察してここを離れると思うぞ。おい、恥ずかしがるなよ。ねえ、仕方ない、オイラがやるぞ。バーバラ、オイラたちだぞ。バーバラ、どこにいるんだ。あれ、なんだか僕よりもやる気があるね。いへへ、オイラたちもバーバラが好きだからな。なあ。お、なるほど。じゃあ一緒に頑張ろう。バーバラ、オイラたちだぞ。どこにいるんだ。バーバラ様いますか。バーバラはここを離れたみたいだな。バーバラ様、さすが、わかった、どうやら、疲れないように静かにしてよ。ここまで来ればもうだ、自分で私、それはそれ、私のサイン、それにみんなを失望、時々ね、大聖堂に今回あなたにもこの感じが、ここ普通のはね、そうする、私のお父さん大きくなったら、それに私のお姉ちゃんは、お姉ちゃんは歌が少し、私が教会に入ったり戦闘が苦手なら、もちろんいいよ。そうだ、赤いググプ、あなたたちが手伝って、おかしい、行こう。これがバーバラの言ってた赤いググプラムじゃないか。早く取って彼女に届けようぜ。ふっ、赤いググプラムはどれだ。でももしかして、
そこ元気を、そうだ、前に、だから、でね、こんなにな、それに、手伝ってくれ。あら、バーバラならまだ帰ってきてない。そうなの。ということはすぐには帰ってこれ。あら、鉄、そうね、大聖堂、いつもバーバラに任せてた。そう、でもそう、だから、でもとりあえず、いざ勝負。断罪の名においこれで掃除は終わったな。バーバラは普段一人でこれをやってるのか。お疲れ様、大聖堂の周りの掃除をしてくれたんだ。ちょうど今ここに疲れたから喉乾いたでしょ。あ、最近キャッツテールがマーガレットさんから聞いたんだけど、エンジェルズシェアの売り上げを超える、とっても美味しくてすごく人気みたい。もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンク、どっちにする？うん、わかった。でもあの、のよかった、必要、新、よし、じゃあ私、そうだ、私は、あら、何か用かしら。バーバラが、あら、でもそれもきっとり、そう、じゃあ安心できるわ。そのことね、その人たちにと、仕事中な、休暇中だ、それにか、だからね、本音を言うと、課外活動かな。創生の術。ささやきの森に行ってバーバラと集合しよう。行ってみるか。
して。しー、静かに、こっち来て。ごめんなさい。さっき、証人らし、だから、警戒心が、でも、ずっと尾行してたせいで、さすがに何かの気配に気づき始めたみ、心配しないで。でも、セピロス騎士団に、それで、栄誉騎士、もしよかったら。うん、じゃあお願いね。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか。野郎ども、その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を待つもの。あの人たちに相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですでしょ。じゃあいつは厄介だ。何ビビってんだ。たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝ってんだ。一気にかかってやっつけるぞ。本当になんとお礼を言ったらいいか。私は途中で放とあなたたちが。そうだ、あ、いえいえ、俺、それにリーウェから来たあな、いえ、それにこれらは。そう、リーウェの。そうだ、ここはまか、確かにこれにしますか。お二人いら、はい。リーウェ校の、とりあえず。私の作る、あなたはどう思う？無理しなくていいよ。今度機会があっ、もうモンド城に帰ろう。今日は付き合ってくれてあり、今度機会があったら、私がスパイシードリンク。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか。野郎ども、その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を持つもの。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですぜ頭、あいつは厄介だ。何ビビってんだ。たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝ってんだ。一気にかかってやっつけるぞ。本当になんとお礼を言ったらいい。私は途中で放とあなたたち。そうだ、あ、いえいえ、それにリーウェか。いえ、それに。そう、リー、そうだ、ここは確かに。そうだった、はい。本当、早くモンドスパイシ。
お待たせ、スパイシードリンクできたよ。ここでゆっくり飲もう。はい、あなたの分、しっかり味わってね。本当？よかった。口に合うかどうか心配だったんだ。私がスパイシードリンク、最初歌の練習が、でも、それで、あ、でも、そこで、絶運の唐辛子で、眠気を、サラさんにも、スイートフラワー、それから毎朝飲んだ時の辛い感覚も、私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして、そう言われると、あなただってすごく努力、あなたが経験したこと、あまり役に立てないけど、治療が必要なら、いつでも私を呼んで。お、少し、今日はせっかくの休、明日になったら、私たちの願い。辺りに良質なスイートフラワーが生えてるんだ。私もよくここに来てスイートフラワーを取るんだけど、こんなに魔物がいるなんて珍しいな。とりあえず魔物を片付けてからスイートフラワーを探そう。ふう、これで片付いたね。さすが栄誉騎士。あ、待って、ダメ。小さな傷口でも、ちょっと待って。これでいい。あの。はい、私。よかった。僕は必死に逃げてきたんです。お願いします。治療してください。僕は、今日内緒で、ほら、この体の傷、同情心はないんですか。まあ、あなたの牧師さん、わかりました。今すぐ治療し、それもいいけど。あの、その牧師さん、治療はもうし、まだ何か？何が、あなた、何、バカにしてるのか。姿を見せよ。わかったよ。行けばいいんだろう。ありがとう。さっきの人、傷口を見たけど、本当に治療、たとえ、ほうと、でも、とりあえず、モンド城に帰る。今日はもう、じゃあ、先に。ヒルチャールの、
ちょうど今ここ疲れたから、あ、マーガレット、エンジェルズシア、とっても美味しい。もし並ぶのがいい、どっちにする？確か売れ行きが好調、それが飲みた、でも、だけど、あ、どうかな？よし、じゃあ行ってく、じゃあ行って。あら、何か用かしら。そのことね。でも本当、それはさておき。私、え？もしかして、そう、うん。状況は理解したから、その人たち、仕事中、休暇中だと、それにかの、だからね、本音を言うと。バーバラさん、俺そうバーバラさん、え、だからバーバラさん、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 俺にもさ、え、あ、ちょっと待った、そうだったのか、変わったやつがいるって。バーバラさんの努力は目を見、あなたはそうだった、バーバラさん、どうしたらあなたみたい、思いやり、あら、そうだったんですね、あなたの言う通りです、栄誉騎士と一緒、同僚に変わったやつがいるって、あれ、みんなは？みんなには悪いけど、みんなの気持ちを私断れない。はあ、あ、そうだ、これが偉大なる幻想憂鬱三国基本茶だよ。せっかくの休日だ。やっと落ち着けるね。付き合ってくれてありがとう。そういえば、あなたとこうして一緒に散歩するのは、これが初めてだね。栄誉騎士の称号をもらったって聞いたから、てっきり厳格な人かと思ってたけど、でも実際あなたに会ってみるとびっくりするほど、あ、別に悪い意味じゃないからね。ただそんなに若いのに栄誉騎士になれるなんて、単純にすごいと思っただけだよ。ジンさんもあなたのことを信頼しているから、その称号を授けたと思うんだ。私もあなたみたいに、みんなを助けられる力が欲しいな。今の私は、歌以外、何も取り柄がないから。退屈だな。誰かとおしゃべりでも。あ、ごめんなさい。一人で勝手にいろいろ喋っちゃって。だいぶ歩いたから、あそこで休憩しよっか。静かだね。ことはもうな、普段なら何度も経験してきたことだから、もちろん疲れるよ。でもみんなを悲しませ、ありがとう。
だ栄誉騎士であるあなたに、さてと、ま、今日はゆっくり休んで。